病気の皆さんこんばんは、ゆっくり天馬です。ゆっくりようこだぜ。今日はうつ S2023 の第3弾、出演アーティストを紹介いたします。いよいよラストの出演者です。楽しみなんだぜ。トラウマテクノポップバンド、アーバンギャルドが心の闇をテーマにしたアーティストを出演させるうつです。今年は9月18日に川崎クラブティッタで開催。 S チケットは即完売、 A チケット発売中です。これまで上坂すみれさん、新生かまってちゃん、大月健二さん、通信中、メトロノーム、ベッドインなどなど豪華な14組の出演者を紹介してきたぜ。今回はさらに6組ご紹介します。そんなに。それじゃあ早速盛り下がれ。まずはこのグループをドーン。ベルリン少女ハート。ベルリン少女ハート。通称、ベルハー。2012年デビュー、2016年崩壊。2022年ベルリン少女ハート22が期間限定で活動。今年4月、活動再開したアイドルグループです。ベルハーは2016年にうつフェスに出てもらったこともあったが、今回はメンバーも一新しているな。はい、新体制のメンバーとなっています。ベルハーといえば全力を出し尽くすエモいパフォーマンス、オタクの熱狂だが、新体制はどんな感じで盛り下げてくれるのか期待大だな。乗るしかない、このビッグウェーブに。続いてもアイドルグループです。なんだこのサブカルチックなアーシャは。キスエクです。キス&ハグエクストリーム、通称キスエクは2016年結成のアイドル、プログレッシブアイドルユニットを歌い、壮大で豪華なプログレサウンドで歌い踊る唯一無二のグループです。プログレとアイドル、絶対混ぜるな危険の組み合わせだが、全国に隠れているプログレおじさんたちのハートもぐっと掴んでるのか。もちろん、ディスクユニオン新宿プログレ館でリリーベを行うなど、そのサウンドはお墨付き。そのままズバリ、うつという曲もあり、うつフェスには待望の出演となります。一味違うアイドルの発表が続いたな。楽しみだぜ。次はまたまた毛色の異なるユニットが登場です。どうぞ。なんだこの懐かしくも新しい雰囲気のグループは。晴れ時々クリエイターのユーフジシマ、ブリンクとボーカルミサツンによるユニット、 80s から 90s の要素と現代のサウンドをミックスさせたキャッチーかつ新次元のハイパーポップを発信していて、バンダイナムコのプロジェクト電音部や VTuber への楽曲提供、君は 1000% のカバーなど話題を振りまき続けています。シンセウェーブからフューチャーファンク、シティポップまでを感じさせるサウンドは、テクノポップセットのアーバンギャルドにも通じるところがあるな。ちなみに松永は、自分が提唱するハッシュタグ、おじさんの髪切った報告いりません。おみさつんが使っているのを見て、このユニットを知りました。どうでもいいぜ。続いてはこの方です。ミイラミサト。アイドルユニット、エンラのメンバーとしても活動するミイラミサトさんが、ソロでうつフェスに出演です。死んでも自分が形になって残っている存在でいたいという気持ちを込めて、ミイラか。確かにちょっと闇が深そうだが、アーバンとも関わりがあるのか。はい、彼女のソロ楽曲は大久保圭がその多くを楽曲提供、作詞作曲まで手掛けています。ソロデビュー曲朝が起きてくるは映画主題歌にもなりました。自身のグループエンラは完全セルフプロデュース、イラストレーターとして個展を開催するなど、クリエイターとしてもほとばしってるな。どんなライブをしてくれるのか、楽しみだぜ。続いてはこの人。誰だこのおもころライターにいそうな見た目の妙齢男性は。ディスクユニオン。ディスクユニオン。ディスクユニオン。ナードコアテクノのホープです。なんだその音楽ジャンルは。アニメ、テレビ、ネットなどからサンプリングした音声や動画を使用したテクノで、アニソンクラブ界隈でムーブメントを引き起こした音楽ジャンル。オタクっぽいのにやたらスタイリッシュな音作りが特徴です。短冊 CD のみを使った DJ、 コンビニで手に入る食品を合わせて新しい料理を作り上げるコンビニ掛け合わせグルメ、昔のビデオカメラで令和の女の子を撮影する、活動が多岐にわたりすぎていて謎が深まるばかりだぜ。実は松永もよくわかっていませんが、やばい空気を感じたのでお願いしました。今回のうつです、本当に幅広すぎるな。最後に紹介するグループ、
その前に、うつフェスが行われる9月18日は祝日、何の日かご存知ですか？ウィキペディアによれば、カイワレ大根の日らしいぜ。それも間違ってないですが、9月18日は、敬老の日、です。お年寄りを敬う、この日にぴったりのグループが最後に登場です。誰だろう？吉田山田かな？平井堅かな？て、でお近い。老後じゃないもん、マクス、年寄り。て、名前大丈夫かい？許諾済みです。敬老の日限定、オーケンゲルドが、中年アイドルグループに早変わり、あの曲やあの曲もやっちゃいます。おいてなお、老後じゃない。老若男女に夢を与えるアイドルグループだぜ。は、50を過ぎたらバンドはアイドル。つまり、そういうことか？全国の老後の皆さんのご参加、お待ちしています。さてさて、うつフェス2023、最終発表いかがでしたか？総勢20組。こうやってみると圧巻だな。チケットは明日より、いよいよ一般発売が開始。まだまだチャンスはございます。花火大会、夏フェス。今年は数年ぶりの開催や大盛況だけど、夏にも暑さにも、人混みにも陽気にも弱いてめえらは、屋内でゆっくり見られるうつフェスがおすすめだぜ。コロナ禍ぶりの大規模開催となるうつフェス。今年は川崎クラブチッタで、盛り下がれ。そんなこんなで今回の動画はここまでにしましょう。最後までご視聴いただき、ありがとうございました。動画が面白かったら高評価とチャンネル登録よろしくな。チケットも買ってくれよな。また会いましょう。地獄でな。